はい、どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと前の話なんですけど、ショピンの仕事カフェの運営メンバーである真央さんの引っ越し先のルームツアーをさせてもらいました。それを撮影してきました。今回はその古民家っていうところでこだわりをいっぱい詰まったお部屋を紹介してもらいました。そうなので、興味がある方は最後まで見てくれたら嬉しいです。はい、それではどうぞ。いや、いい天気ですね。いいです。今からビーガンカフェ、あ、ビーガンカフェじゃないですね。ビーガン料理を。はい。カフェナチュール。キーマカレーなんですけど、大豆ミートで。いただきます。肉肉しい。うん。肉肉しい。大豆ミート。大豆ミート。普通カレーよりうまい。よく知ってますね。はい、じゃあ今日もタマさん一緒でお願いします。お邪魔します。どうぞ。お邪魔します。とにかく今回めちゃくちゃ広いんで、はい、どこからしましょう。落差がそうそうめちゃくちゃ広いんで、じゃあまずはやっぱ最初ここじゃないですか。ここ、はい、これ何ですか。ここは一応僕が、はい、まあ普段いる部屋。おお、めっちゃいいじゃないですか。わあ、すごい。あ、思った以上に広いです。これ何畳ですか。これは多分7畳、8畳ぐらい。あ、で、これがワークスペース。ワークスペース。仕事部屋ですね。仕事部屋のこだわりは何かありますか。何ですかね、生活感ない感じになって、うん、こう、なんとなく集中できる気がする。なるほど、生活感がないようにしてる。ないようにしたいっていうのがあるんで、この空いてるスペースも、はい、まあ正直なんか多分置けるんですね。あのソファーとか、あー、置こうと思ったら置けるんだけど、置かないことによって、うん、なんかちょっと生活感なくすみたいな感じですね。なるほど。まあ、いわゆるぶっ込みスペースですね、はい、まあ、適当になんか物を置いたりとか、はい、まあ、まあちょっとなんかガジェット、細かいなんかよくわかんないガジェットとか。あ、本当だ。とりあえず引っ込んでるんですね。まあ、ここに何でも置くみたいな感じにしてますね。明るいですね。うん、光がめっちゃ、てか庭が綺麗。結構苔生えてて、うん、で可愛がってます多分この前住んでいた人って結構丁寧な人だったんじゃないですか。そうですね。もう死んじゃったんですか。いや、ちょっとわからないですけど、うんうん、まあなんかもともとここが行政書士のなんか事務所だったらしくて、まあ、それなりの人が住んでたのかなって、うんうん、これダイソン。ダイソン、はい、コンセント繋いで、うん、なんか重たいの持ってやるって考えるとちょっと掃除するのだるいなみたいな。でもこれ買って掃除するそのハードルがめっちゃ下がった、うん、これですぐにできる。すぐにできるんで、はあはあはあ、確かにお掃除ロボットはこういうところ無理ですからね。無理ですね。なんか他の部屋とか無理ですからね。そうですね。ここは9畳ぐらいあるのか。10畳。結構広いですよね。てか この広さでワンルームで都内だったら普通に9万円とかありますよ。これご飯食べるところですか。そうですね。はいはい。じゃあ、あの仕事部屋にご飯持って行ったりとかはしないですか。しますね。あ、なるほど。じゃあ特に決めてるわけじゃないですね。まあでもそれが嫌なんで、はい、ここをつぐって感じですね。うん、まあメリハリになる。メリハリをつけたいですね。そう、大事ですよね、メリハリ。別におしゃれではない。まあまあおしゃれではない。ああ、なるほど。まあ正直実家みたいな、はい、実家、実家、実家感ですね。テーマ実家っすね。築何年ですか。築、まあ40とか50とかじゃないですかね。古民家ですね。リフォームしたらしいです、前の人が。リフォームしてるから程度はいいらしいですね。これは真央さんが持ってきた。そうですね、持ってきたやつですね。旅館ですね。旅館ですね。完全に旅館じゃないですか。窓側のあの椅子とか完璧じゃないですか。そうなんですよ。あれも、あのリサイクルショップで、あの椅子とか見つけたりとか、あとメルカリで似合うやつ買ってきたりとかしましたね。この辺のこの椅子もリサイクルショップで、まあ、なんか料亭から買い取ってきたやつを、あ、まあ1個500円ぐらいで
じゃあ旅館のアイテムを使ってる。そうですね。なんかこれうまい、これうまい、これはありますよね、これお菓子、こんなんありますよ。これとなんか急須とかそうそうそうお茶セット急須お茶セットみたいなの置いたら感じ完璧じゃないですか。温泉出た後のこのお茶を飲むっていう、うんうん、場所、例のスペース、例のスペースですよ。あのゲームも PS5 ここに置いてあるんで、うん、はいはい、僕が普通にあのゲームで遊ぶ時とかは、うん、まあ、ここでなんかジュースとか、うん、お菓子とか食いつつ、うん、ああ、なかったですね。まあ、人一人は住めるぐらいです。ドラえもんですよ、うん、はい。あ、ちょっとまだあるみたいですよ、これ、うん、まあ、普通、まあ、実家のトイレでもやっぱなんか窓があるトイレって羨ましいんですよね。東京ないですよね。ないです、換気できないですよ。はい、お風呂はまあボロい。浴衣ある。温泉じゃないですか。まあ、せっかくなんで、あの浴衣着て、温泉気分も味わって、感じでいつもこれで寝てます。これもよく再現されてますね。これも、まあ、リサイクルショップで、うん、あの富士の木で作られたの買ってきて。富士の木いくらですか。2500円です。安っ。おお、まあ、昔懐かしの。懐かしい感じ。はい。あ、でも設備は新しくなったんですね。設備はリフォームして追い焚きもできるらしいです、うん、これ一人もったいなくないですか。もったいないですね。手余しちゃいますよこれ、うん、いや意外と全部使ってますね、うん、もうちゃんと使ってます、ちゃんと使ってますね。チャイムです。え、鳴らしてみてください。鳴らしてみましょう。はい。本当だ、チャイムだ。こんなあるんですね。こんなあるんですね。2階も失礼します。てか2階もあるんだ。でこっちが寝室ですね。おお、まあ、ポイントは、はい、そのカーテンのない窓。あ、本当。あ、これポイントなんですね。ポイントですね。で、日の光に合わせて起きるみたいな。そしたらもうめちゃくちゃ体調が良くなったんですね。もう自動的に今で言うと6時ぐらいにもう日の光が勝手に当たって起きるみたいな感じ。あ、隣が、まあ、事務所スペースですかね。はいはいはい。まあ、まあ、ちょっと YouTube NG ですけど、ね。あ、OK です。まあ、OK です。OK、YouTube NG、はい。スタッフさんは基本的にここのスペースに。そうですね。来るんですよね。あと、こう梱包する場所とか。はい。考えられてますね。いやー、いいですね。この物件は何点ぐらいですか、マガさん的に。まあ、90点ぐらいですね。いいですね。やっぱこっちに来て仕事しやすくなりました。そうですね。やっぱり広いんで、うん、まあ皆さんどうかわかんないですけど、僕の場合こう何かをするときに一点集中したいんですよね。うん、で物がたくさんあると、うん、あ、これもやりたいこれもやりたいみたいな、うん、でなんか途中でやってるときに、うん、よくあるパターンだったんですけど、前住んでる部屋でこう仕事してるときに、うん、若干疲れて、うん、地味に疲れて、で後ろにベッドがあったんですよ、はいはいはい、なんでまあちょっと休むかみたいな、うん、でなんかちょっと寝て、うん、で3時間ぐらい経ってるみたいな。わかります。今はあの仕事部屋が1階で、うん、で寝る部屋が2階なんで、うん、まあ、それで仕事にこう一点集中して、まあ、終わったら、まあ、こういう部屋とか来てリラックスして、うん、みたいな、そのやることをその部屋ごとに分けることによってすごい集中力が増しましたね、うん、まあ、確かにこの動画見てくれてる人はそんな部屋数いるとか思ってる人いると思うんですよ。でもマーさんにとっては全部一部屋一部屋必要。必要で、うん、全ての用途の部屋が欲しいって感じですね。ありがとうございます。じゃあ、まあ今回ちょっとマーさんのまた引っ越した先のルームツアーさせてもらいましたけど、また今回もこだわりがいろいろ見させてもらいましたね。3回目ですねこれで。ルームツアー3回目。確かに。え、4回目やりますか。4回目はまあ多分3年後、うん、あー、飲みましたね、飲みました、うん、にまた、まあ、とんでもない豪邸を借りる予定です。うん、楽しみにします。あ、でもやっぱそれだけここ気に入ってるってことですね。そうですね。あー、よかったです。はい、はい、ということでじゃあ今回もありがとうございました。はい。OK です。